この時間はゲストを迎えしております。本日ジャスタックから東証一部へ市場変更となりました。証券コード3649ファインデックス代表取締役社長の相原輝夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。先ほど打診されていた、はい、こちらカメラで、画像に映させていただきました。はい、東証一部上場おめでとうございます。はい、ありがとうございます。東証一部上場になられたお気持ちなどはいかがですか？そうですね、やはり、株主の皆様に喜んでいただけましたし、社員も当然そうですし、あと、まあ、お客様にも喜んでいただけて、まあ、我々まだより一層、まあ、励まなくちゃいけないところはあるんですが、ひとまずは、まあ、たどり着いたのかなという感じですね。では早速ですが、はい、ファインデックス、はい、御社の事業内容を相原社長からご説明いただけますでしょうか？はい、医療システムの、専門会社としてスタートいたしまして、今年度まで本当に医療システムしかやらないという専門的な開発メーカーでした。はい、特に、まあ、我々の強みとしているところは大学病院等々の大型の病院において、診療をスムーズに回していく、もしくはそこに、まあ経営効率がきちんと加わってくるようなシステムをご提供するというところが我々の、まあ、事業の特徴です。一言で医療システムと言いましても、はい、これはもう非常に複雑な難しいシステムになるんでしょうね。こちらに資料をお持ちいただいたのですが、はい、パッと見ただけでは、うん、なかなか私の素人にはわからないんですけど、はい、どこにこの御社の強み、特徴というのがあるんでしょうか？そうですね、病院の中には、まあ、いくつものシステムが動いて日々の診療を回したり、あと会計的な処理をしたりというふうなことをしているわけなんですけれど、はい、一つにはですね、我々の製品、今ちょうどこう画面に、映るのかな、はい、これご覧いただきますとお分かりになりますように、一昔前まで我々の下の方に書いているそのクライオという製品が我々の今の主力製品、これは製品ですね。そうですね、はい、はい、実は今まで病院の中にさまざまな検査機器があります。まあ、今でも当然ありますけれど、まあ、エコーだ内視鏡だ、それぞれの診療科に、独特な検査装置や検査システムがあったと。今まではこれをバラバラに管理していたんですね。そうすると例えば検査装置の数だけ、それを管理するシステムが必要になってくる。おのずと、例えばデータはそれぞれに分離されてしまうし、サーバーを管理する手間もかかる、うんうん、費用もかかってくると、はい、それが、我々のクライオというものは一つのシステムで院内にあるすべての検査機器のデータを管理することができると、うんうん、こういうふうなことで我々は今、大きな病院様にご評価いただいているというところですね。ありそうで なかったということになるんでしょうか？そうですね、おそらくこう一般の方々から見ると、まあ、コンピューターだからそんなの普通だろうというふうにお考えになるかもしれないんですけれど、はい、本当にこう我々がこのビジネスをスタートした当時にはですね、なかなかそういうものがきちんとこうはまるものがなくて、うんうん、やはりその医療機器であったりその検査病院の中の動きの特性をきちんと理解した上で作り込まないと、ただ単にデータを持ってるだけになっちゃうんですね。ですからそうではなくて、ちゃんとそれが有効に使えるもので、なおかつどんな検査機器でも管理ができるものというふうに、まあ、丹念に作り上げてきたということになります。私たちが、はい、まあ、株式市場でも、はい、その盛んにこの評価の対象にかつてしてきたこの電子カルテというのがあるんですが、うんうんうん、はい、この電子カルテというのはその単にシステムの一つでしかないということになりますか？そうですね、やはりいろんなシステムが合わさって病院の中では動いている、まあ、診療を回しているというお話をしましたけれど、その中の、まあ、一つが電子カルテであり、一つが我々のように、まあ、データをマネジメントするようなシステムであり、例えば、患者さんの給食の、まあ、献立を作るシステムなんかもあったりとか、いろんなものがやっぱ動いているんですね。はい、はい、これは御社の今後の戦略ないしは強みというものと全く密接に絡んでしまう質問になってしまうかもしれませんが、はい、先ほどおっしゃられましたが、大きな病院に非常にシェアが高いというのが御社の特徴の一つでもありますね。はいはい、そうですね、大学病院で、こちらは今、はい、そうですね、今我々が特にこうベンチマークとして皆様にこうご説明する際に使わせていただく数字が、はい、全国の国公立大学病院
の、もう7割弱が我々のお客様として、我々のシステムをお使いいただいていると。うーん、で、まあ、当然そのさっきお見せしたクライオというものだけではなくて、院内の例えば文書ドキュメントを管理するための仕掛けであったりとか、はい、その他もろもろさまざまなシステムがあるんですけれど、 これなんかそうですか。そうですね、はい、ここにありますように、いろんな仕掛け、これどれをとってもですね、やはりこう病院の中ではなくてはならないというような仕掛けであったりとかするわけですね。これを効率的に回していくっていうのが我々の強みですね。クライオ、一番上にありますのが医療用データマネジメントシステム、はい、これ眼科の画像、耳鼻科の画像、もうそうですね、検査データを結局管理する、はい、回す、で他にもいろんなこう検査装置とかたくさんあるわけですよね。それをもう一手にこうギュッと集めて、でそれを集まってるってことは、例えばこのクライオさえ開いてしまえば、そこには全ての患者さんのデータがあると、うん、つまり一元管理ができるわけですよね。患者さんの今の例えば病状や例えば検査した結果を、もうこれさえ開けば、診療側の壁を越えて、検査機器の壁を越えて見ることができるというふうなところが、一つメリットなのかなと。これは全国 この大きな病院の分布ということになるんでしょうか。これが病院の分布で、日本の医療機関の数で考えますと、それぞれ、例えばベッドの数ですね、病床数の数で、大規模、中規模、小規模とか、あと診療所というふうに分けるパターンがございます。で今ここでご覧いただいてますのは、我々 その戦略として、まずは一番難しいというか、一番本当にこう込み入った複雑な運用を回さなくてはいけない高度な、そうです、はい、そういうふうな大学病院であったり、ナショナルセンターであったり、そういうところできちんと我々の製品を育て上げて、なおかつそれで認めていただくことによって、その下にある中規模病院とか小規模病院にどんどんと、さみだれ式にとは言いませんけれど、大学病院でこういうふうに使えているものであれば、当然うちでも使えるよねっていうふうにこうどんどんと流れていくというふうな考え方が戦略の一つになります。そして、こちらその全国の大学病院のうちの、はいはいはい、これは6割以上がそうですね、もうすでに御社のシステムを使っていると、はい、クライオを使っているということになりますね、はいはい。こちらずらっとこう一例としてこうご紹介いただきますが、はい、東大附属病院、はい、京都大学附属病院、はい、もうはじめとして、そうですね、阪大医科歯科慶応さん、たくさん、はい、本当に、ご指導いただいて、いい形でお使いいただいております。すごいですね、はい、医科歯科大学、慶応義塾大学病院、もう全てここはクライオが入っているということになります。はい、御社は本社が愛媛県の松山市にあって、はい、でこういう全国の病院、大学病院にこの営業をかけるという、はい、営業要員がすごくたくさんいるということなんでしょうか。いや、実はですね、それが全く違ってまして、我々の会社ファインデックスの特徴としてはですね、実はもうかなりこう開発型の企業なんですね。で、売り歩くそのセールスの人間がたくさんいてってことではなくて、我々はいいものを作る、でそのいいものを作ったものが、各病院様でそうお使いいただけると、やはりこう病院の中のこの横のつながり、例えば大学病院ですと、その医療情報学会とかという、大きなこう組織があったりするんですけど、そういう学会の中でこう我々のシステムの発表をしていただいたりとか、まさにその使ってみてかなりこうメリットが出たよ、効率が良くなったよというようなお声でどんどんとこう横に広がっていったと。ですから今でもやはり、我々の会社のスタンスはそれ以降も変わらず、ごくごく小規模な、それもガチッとこう開発に特化した、エンジニアをこうギュッと、そうですね、密度濃く、運用をしていってというか、事業戦略としてもそうですね、我々は売るのではなくていいものを作る、それを、パートナー企業の皆様に販売していただく、病院様に喜んでいただくものを作るというところがやはり特徴的なのかなと。ほとんど口コミで広がっているということなんでしょうか。はい、そして、今後の業績の見通しでございますが、はい、こちらはまた伸び率もさることが、利益率がすごいですね。そうですね、はい、これ売上高に対する経常利益の利益率は前期で 35%、はい、今期で、予想ですが 40% を超えてくるという、大変高い利益率でかつ伸びているという状況でございますね。
御社の今後の戦略としてはどういう点をお考えになってますか。はい、そうですね、今期、実は、まあ、ちょうど11月の、1日から、社名を変更いたしまして、旧の社名は PSC という、はい、名前で、皆様にもご愛顧いただいたんですけれど、その戦略の話に、まあ、関係するところで言いますと、実は我々今までこう医療システムの専門会社として頑張ってきたんですけれど、その中でこう非常に有効なツールがたくさんできてくるんですね。我々は医療の中で必要だから作ってきたと、でもこれをもう少しちょっとこう俯瞰した目で見てみると、医療だけではなくて我々の作り上げたツールっていうのは他の業種でもどこにでも役に立つものっていうのがたくさんあったわけですね。でそういうものを、例えば、他の業種、例えば教育なのかもしれない、金融なのかもしれない、観光庁の業務系のアプリケーションなのかもしれない、そういうものをお作りになっている、他のソフトウェアメーカーさんに対してどんどんと出していく、そういうことでですね、医療以外のところにも我々がすでに作り上げてきたものをどんどん広げていくという、いわば、全ての業種に対して、全ての業種のアプリケーションに対して、こう範囲を広げていくというふうな、取り組みをスタートすると、まあ、それに伴って、まあ名前も変えて、またちょうど今日そうですね、一部に上場させていただきました。そんなタイミングでまた新しいというか、まあ、新たな、ファインデックスとして頑張っていこうというふうなところですね。なるほど、分かりました。ではこちらカメラの向こう側には投資家の皆様、はい、視聴者の皆様がいらっしゃいますので、ぜひ相原社長からメッセージをお願いできますでしょうか。はい、いつも、弊社の、業務内容であったり業績であったりというところを、つぶさにご覧になってですね、ご支援いただいている投資家の皆様に対して、まず、今日東証一部に上場いたしましたことのご報告と、お礼を申し上げます。ありがとうございます。我々先ほどお話しした通り、これからまた新たな取り組みに向けて、もう一回り二回りこう大きくなっていく会社として、成長していきたいと思っています。ただ我々先ほどお話ししたように、医療システムという非常にこうなかなか複雑機械で皆さんがこうご理解できにくいような仕掛けを、まあ、今まで、中心にやってまいりました。これから先もですね、個人の投資家様に、我々の製品ってどういうふうに使われて、どういうメリットがあってっていうことをどんどんとこう IR して、お知らせしていくことが、一つの大きな務めだと思っております。またその部分これからですね、ファインデックスとして、きちんと、力を入れて、やってまいりたいと思いますので、これ以降もまた変わらぬご支援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、この時間のゲストは東証一部証券コード3649ファインデックス代表取締役社長の相原輝夫さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。